挑戦者決定戦に勝たれた伊藤沙恵女流三段にお話を伺います。対局お疲れ様でした。ありがとうございました。今日の対局を振り返っていただいて、ポイントになった局面をいくつか教えていただけますか。はい、そうですね、まず、8三歩と打たれたところで、飛車の逃げ場所2箇所しかないんですけど、その、 50% 間違えて形勢を損ねてしまったかと思います。その後、そうですね、こちらが良くなったかなと思ったのは、8九飛車成と桂馬を取ったあたりで、結構先手陣危なくなってきましたので、良くなったかなと思いました。はい、タイトル戦挑戦は今回8回目となりますが、挑戦自体はちょっと1年少しで間が空いていました。で、この間何か取り組んでこられたこととか、どのように将棋を指されてきたかっていうのを教えていただけますか。はい、そうですね、特別変わったことはあまりしてないんですけど、目の前の対局の対策であったりとか、そういったものをやって、今回結果につながってよかったです。今年も勝率は7割超えていらっしゃるんですけれども、調子としてはいいなって手応えはあるんですか。いや、そんなになくて、やっぱり挑戦者決定戦で負けてしまうことが続いてましたので、はい、悔しい思いは何度もしてますので。わかりました。はい、ありがとうございます。5番勝負に向けて抱負をお願いいたします。はい、5番勝負の対局が石山さんが相手ということで、タイトル戦で戦うのは初めてになります。そうですね、初めてなので、もちろん楽しみな部分はあるんですけども、やっぱり強い相手ですし、こちらがベストを尽くしてどうかっていうところだと思うので、はい、ベストを出せるように精一杯頑張っていきたいと思っております。最後に動画をご覧のファンの皆様へメッセージをお願いします。はい、ご観戦いただきありがとうございました。五番勝負も、そうですね、自分のできることを精一杯やって、皆様にいい将棋をお見せできるように頑張っていきたいと思っておりますので、ぜひ五番勝負もご観戦お願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。